西部の山川は結局どうなるのだろうか。ケニックス、リーグ明けで、現在は参加が免除されている山川は、左足手術後のリハビリ中である選手と共にマシン打撃、ノックなどで約2時間汗を流した練習をしている。FA に関しては代理人を立てているので西部側と残留交渉をすでに開始しており、家族、親戚も交えて FA 健康使について実行中とされる。これが何を意味しているのか。近年、多くの FA 流出者を出している西部だが、 FAK 取得前年に球団側から提案された複数年契約を断った上で単年契約を結び、翌年に権利を取得してチーム残留を決断したのは2020年オフのマスダだけ、同様のパターンだった18年の浅村楽天、19年の秋山広島、そして22年の森オリックスは、 権利を行使して新天地へ移籍している。普通に考えて代理人を立てて話をしているということは、西部を出るということになるのであろうか。代理人を立てているということは、そういう方向性権利行使だということ。あの騒動がなければキャリア杯の成績を残して堂々と FA 宣言しようと思っていただろうから、複雑なシナリオになってしまい、どうするんだろうと山川の心中を察する声もある。権利を行使した場合の移籍先と目されるソフトバンクは、謝罪会見以降の世間の反応にアンテナを張りながら、 山川の獲得調査に本腰を入れているとされる。大手を振って FA 宣伝とはいかない山川の最終決断が待たれる。これまでの流れからすると迷惑をかけたチーム、松井監督、ファンにお詫びする意味でも、チームに残留して今年の分を取り戻したい。そんな男気を見せて来年も西部でプレーすることを期待するファンもたくさんいるが、 西部球団はこのような不祥事には厳しいので居場所がなくなっている状況もあるのだろう。おそらくアンチとしてはこのような状況から FA 宣言をして大型契約で大金を得ることで炎上するような気がする。山川の推定年俸は2億7000万であるため長期で年俸アップとなれば50億を超える契約も可能である。去年、日本ハムから FA でソフトバンクに移籍した近藤が7年50億円超えというビッグな契約をしているので。 本当ならば今年活躍してこれ以上の条件を得るはずだった。今の山川にとって一番大事なものは何なのだろうか。出場機会を得ることなのか、お金を稼ぐことなのかと別のことに見えてしまう状況なので、山川にとっては積極的に動きづらいのかもしれない。では FA 宣言をしたとして。 どのくらいの内容ならばアンチは騒がずに済むだろうか。日本ハムから移籍した時の近藤の年俸は今年の山川とほぼ同じということを考えると、近藤が契約した7年も10億を超えることはないと考えられる。では、ここで山川の選択としては7年で20億くらいで契約するのか3年10億で活躍して、4年後にしっかり年俸を上げる方を選ぶのかということです。もちろん活躍する自信があるのであれば3年ごとに契約するのが一番上がるのであるが、 ここは山川の考え方が出る部分なので期待したい。皆さんはこのような状況になった場合は契約期間を優先するのか、単年の金額を一番上がる可能性が高い契約をするのかどちらを選びますでしょうかコメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ山川が忘れば、政府が複数年打診してきたことは、想定外だったんでしょ大幅減稿を受け入れての単年 FA のシナリオは崩れたじゃ、報道されてる。 恩師の陰で引退決断しなくて済んだとか妻の支えがあってとかの美談で固めて FA 時の非難をかわそうというシナリオで動いてるみたいだけど山川ハークまで自分中心の考えであって今回の騒動で一番被害を負ってるのは西部球団なんだけどね残留にせよ遺跡にせよ山川にとって厳しい選択になるこれは自身がやったことの代償なので仕方ないライオンズにとってもし残留ならまさしく死ぬ気で働いてもらえば良いし 遺跡なら FA の保証を受けることができる。もし FA してどの球団も取らないとなった時は、ライオンズが救いの手を差し出しても良いと思う。山川の選択、何であっても批判されそう。もうソフトから金額提示は、リヘンジも終わってます。シリーズ終了後には記者会見で、新規定指針に帰りソフトで頑張ります。この線でしょうね。切相なく勝てば良い球団があって良かったね。もし、 5月に禁止んでなく契約解除してたらどの球団もさすがに手は出せなかったでしょうが、ケニックスでライオンズの契約聖師として出場しましたからね。代理人立てる時点で遺跡でしょうから、昨年までライオンズで頑張ってくれましたが今シーズンで一変しましたね。熟考する立場にあるのか山川に人としての道を問いたいところ、ケニックスに出させてもらってベルーナの練習場も使い放題。今シーズン、ほぼ欠場とチームやライオンズファンに多大な迷惑をかけて、 普通に FA 宣言して吟味できると思ってるとしたら、必ずその失敗返しは来ると思う。ソフトバンクも獲得に名乗りを上げるなら、世間からの避難とか相当な覚悟が必要だ。山川選手に限らず、FA は選手個人の権利なのでどのように行使するのかは、彼が決めることでしょう。45年ライオンズのファンですが、彼が FA を行使して獲得を望む球団があり、他球団へ行くことになってもそれはそれでいた仕方ない。松井監督以下コーチ陣。 スタッフには申し訳ないですが、5年後の夢を見ることのできる育成をしていただきたいと思います。彼に限らず、ライオンズはそういう編成、育成をチーム一丸となってしていただいたと思います。いろいろご意見ありますが、ベルーナ全試合現地観戦の私はもう山川を応援できません。ユニフォームと山川グッズはすべて廃棄処分しました。ぜひホークスさんに移籍いただきたい。人的保障が楽しみです。当主なら武田勝り。 野しならまさきかリチャードあたりがいいですね山川選手には中洲の帝王としてさらなる活躍を期待しますソフトバンクが調査を始めたと記事になった時点で代理人との裏交渉が大詰めに入ったと見てましたが FA 生涯残留宣言するのであれば代理人必要ありませんライオンズ側は条件提示しているようですのでほぼ移籍決定でしょう残留してもすでに応援したくない西武ファンも多いでしょう FA を宣言しても手を挙げる球団に対しては応援する球団のファン スポンサーからは厳しい倫理観を問われることとなるでしょう。また現在は、らしくしてますが、以前から山川選手の女癖の悪さは、球界にとどろいてましたから、FA 遺跡を選択すればほどなく現状復帰で元の目編みでしょう。西部でもフロントから散々注意を促されていたはずですが、このありさまです。ホテリが冷めれば同じことの繰り返しです。人は簡単に変わりません。 これは獲得を検討する球団の最大のリスクになります。現状を鑑みた上で獲得をすればスポンサーが撤退する恐れもあり、難しい選手です。才能や実績があっても社会のルールを守れない者は黒野球の世界でも受け入れられないと前例を残す良い機会だと思います。その観点から山川選手が現役に固執するなら残留の一夜にしてもらいたいです。それも西部球団が受け入れてくれればです。 交渉も何も渡辺 GM はこれ以上上げてこないですよ。これで残るのか FA 宣言するのか。宣言して他の話を聞きに行ってからの残留はなし。宣言して契約してくれる球団がなかったら野球ができなくなる可能性もあるんだと。そこまで追い込まれて良いようなことをしてるのでよく考えて契約に臨んでもらいたい。残留でも FA でも自分の決めた道を進めばいいんじゃない。周りが騒いでも決めるのは本人だし30過ぎてるし自分の好きなようにして野球で結果を残せばいい。それしかできないしね。 周りが騒いでも結果を残せば納得する人も大勢いる。頑張るしかない。どうなんだろうね。現状山川への避難は当時ほどのものではないから獲得を目指す球団はあると思うが、実際に FA 宣言するとなると話は変わってくる。いくら自らが得た権利とは、問題を起こし迷惑をかけた球団に対する見そぎもなく、このタイミングで FA 宣言となると再びの大バッシングは避けられないのではないだろうか。調査してた球団もその状況を見て獲得に二の足を踏み、 結局、移籍先なしでセルフ戦力外なんてことも十分に可能性としてはある話かと。普通なら FA は生死の権利。行使しようが残留しようが生死の自由だし。代理人交渉もルールで認められたやり方。山川の場合は普通とは状況が違う。球団と自身の運営を考えて。 活躍することで罪滅ぼしをするぐらいの気持ちがあってもいいと思うけど、ないってことはそういう人物なのでしょうね。おそらく球団としては単年の腰掛け残留をさせるつもりはないのだろう。今年の成績をシビアに査定し不祥事のマイナスを引いた学校ベースに出来高を入れた。複数年の提示かな。山川としては他に良い条件のチームがあれば移籍したいって思ってるのかな。いずれにしても以前から現在までライオンズに対する愛情を感じない。だから頑張ってほしいとも思わない。 出て行く気満々なんだろうね。新規一て頑張ります。なんて言うんだろうけど。球団、監督、ファンに迷惑をかけたと言うなら、それで真摯に反省しているならば、残留が基本戦だと思うがね。他の人なら、まあ、出て行くならそれまでの人間。出て行っても、列件、昼間、山村、小玉、西川、ドライチ竹内、ガリバー君村田など逸材揃い、大したダメージにはならんから、 安心してた球団で西部ファンの避難を浴びてください。同じパリーグ遺跡ならメンタルやられるくらいのブーイングは覚悟だね。セリーグなら交流戦は休んだ方がいいかもね。でも本当にこの人は自己中だね。もうこの段階で残留しますの言葉があってもおかしくないんだけどね。代理人は山川の立場がどうだろうが関係ない。いかに良い契約を勝ち取るかしか考えないんだろうから残留はないってことでしょうね。西部も特例措置の FAK 取得で行使できるのか、の踏みを用意して。 それこそサー踏めますかが始まる前に踏もうとしてる。しっかりマキノンの残留を決めて、レッケンをきっちりキャンプで鍛えてくれ。ブランドンや中山川は育成契約になるんだろうけど、しっかり鍛え上げてドラロクのレオンと共に捕候補を一軍戦力に、無駄な高級取りで伸び台のナイキースあたりを切って、少しでも魅力のある外国人を探してくれ。来年は楽天はもちろん、ソフトバンクより上にならないとファンは納得できん。 西部は、球団として誠意を見せた。一年間働いてないのに FA 権の怪我特例の申請をしたし本来若手主体のフェニックスでアピールの場も与えてあげた。複数年も提示した。権利使って出ていくならそれは山川の権利だし、迷惑かけ損害を与えたことを何とも思わない人格なんでしょう。結論はとっくの昔に出ていて。 今はファンに最も受け入れられる理由を探している段階だろう。今の僕が残ってもチームメイトもライオンズファンも納得しないと思った。自分を育ててくれたライオンズを離れるのは寂しいが、これが僕なりのけじめ。新しい土地で家族と一からやり直したい。以上、予想コメント。一般感情から言えば、食い改めセーブに残って頑張るというのが美談で良いかもしれないが、セーブファンの中にも山川を許せないという人もいるだろうし、移籍先のファンにも山川いらないという人がいるだろう。 どちらにしても、山川にとっては茨の道。ならここは家族のため、仕事だときっぱり割り切って決めるのもありかな。あの山川がこのまますんなんりと金満球団のソフトバンク入りしたら、プロ野球界はどうなっているのだろうと思わざるを得ない。ソフトバンクは恥も外分もない何でもありのダントツ金満チームのが城を固めてしまう。今季は、急にポンハムのエースと4番で何とか4位を確保できたが、山川を入れたら来季は3位には入れると思うし。 クライマックスシリーズにも出れるだろうあと45人 FA で有力選手を取れば V も夢ではない